番思い出に残るというか一番好きなものは西にそびえる大峠山脈ですね。非常に雄大な山並みですし、私は子どもの頃毎日あの大峠山脈を見て育ちました。それから、娘が生まれた時に、まあ、ちょっと物心ついた時に、田舎に娘を連れて行った時に娘の最初の感動はやっぱり大峠山脈でしたね。こんな素晴らしいその山山脈を見ながら育つと人間はきっと大きくなるねというふうに娘が言いまして、改めてこの山に囲まれたこの風景の中で育った自分というのは良かったなと。しかもどこまでも広がるその田園風景もありますし、あの風景が私にとっては奥州市を一番思い出し好きになる時ですね。子供の頃でしたら私はやっぱり伊沢川ですね。よく自転車で遊びに来ました、川遊びに。まあ、貧しい時代でしたので食べ物は、まあ、お菓子などっていうのはなかったんですけど、まあ、家を出る時に母親は一応おにぎりとそれから味噌を別に用意してくれたんですね。で川に行って遊んで、まあ、お腹が空くとおにぎりを食べることになるんですけど、その前にその川の周りのすぐそばにはいつもいろんな畑があったんですけど、らっきょう畑がよくありました。それを水で洗って持っていったこう味噌をつけて、でらっきょう生らっきょうをそのままこうかじるっていうのがそれが美味しかったですね。ですから今でも私は生らっきょうが好きです。味噌をつけてガリガリ食べながらビールを飲むのが好きですけど、その生らっきょうをガリガリ食べるたびにやっぱり伊沢川を思い出しますね。リンゴもとても美味しかったと思いますし、今でも友達がリンゴを送ってくれて大変美味しくいただいてるんですけど、でもやっぱり私はふるさとの食べ物では米ですね。しかも笹錦、私の家も稲作農家でしたので、米も作ってました。それから、高校出て大学に来ても家庭を持った後も、まあ親が元気なうちは米を送ってもらってたんですけど、それは笹錦でした。まあ、今にも日本中の米の主流はもち米系の例えばコシヒカリとか秋田小町ですけど、笹錦は何ていうかベトベトしなくて別の意味で美味しいですね。まあ、東京の有名な寿司屋さんは大体岩手県の笹錦を使って寿司を握ってるっていうくらいですので、私は笹錦が好きですし、岩手の米が一番日本で一番美味しいと思います。僕は大学を出て出版社に勤めておりました。ある時に茨城県の水戸市にでお医者さんをやっていた高倉博景っていうお医者さんのことを取材に行ったことがあるんですね。開業医なんですけど、農村の中にポツンと病院が建っているので来る患者さんはほとんど農家の人たちが多くて、その農家の人たちが来るたびにその患者さんの中に農薬中毒と思われる症状の患者さんがポツポツと増えてきていたんですね。それで、まあ、医者としてこの農薬中毒にかかった患者を治すよりももっと前にやるべき仕事があるのではないかと、つまり農薬を減らすことが病気を減らすことだっていうので、まあ、医者でありながら周辺の農村を回っては農薬を使わない農業をやってくれっていうことを言って歩いてたお医者さんだったので、まあ、そのことが週刊誌に取り上げられてたんですけど、まあ、面白いお医者さんだなっていうふうに思って取材に来ました。まあ、農家の人たちはこの先生は農薬使わなって言うけど、無農薬なんかで野菜作ったら誰も買ってくれないよと。まあ、先生の理想は高いけどね、俺たちは先生には協力できないんだっていう話を農家の人たちはしてたんですよ。それで少しぐらい虫が食っていても買ってくれる消費者の人たちがいたらあなたたちは作るのかと、っていうふうに言ったら、いや俺たちだって農薬ってのはいけないもんだと思ってるので
買ってくれる人が今いるんだったら作るよっていうふうに言って、まあ、それからじゃ あのいろんなところにお願いして無農薬のキャベツでも買ってくれるとこ探そうっていうのが第一の農家で作ろうと思ったきっかけですね。会員初めから会員になったような人たちはあの、まあ、例えば自分のお子さんがアトピーのお子さんがいるとかいうようなお子さんお母さんたちだったので非常に有機農法とか無農薬のものをあの届けてくれることには非常に感謝してまして、で他のところでは買えないのでとにかくあのなんとかあの生産者と一緒になって有機農産無農薬の野菜生産者を育てたいという気持ちが強かったので、例えばよく覚えているのはあのレースのカーテンのような小松菜というか虫食いだらけでブツブツ穴が開いている小松菜しかないとかね、それからあのネズミの尻尾のような人参みたいなものを、まあ、消費者のところに届けて持っていったことがあります。もうお母さんたちはもう泣きながらなんでこんなものしかできないのと言ってあの、まあ、それでもお金を払って買ってくれるんですね。そうやって生産者のその苦労を支えることが自分の子供とか家族の健康につながるというような気持ちで、明日はもっと良くなってねと、明後日はもっと良くしましょうねっていうふうにしてついてきてくれた、まあ、ああいうお母さんたちが設立当初たくさんいたということが、まあ、やりがいですね。この人たちに喜んでもらいたいと、この人たちの支持があるから、まあ、苦しい状況でも頑張ってやっていけるというふうに思いました。食べ物はやはり生きていく上で最も大事なものだと思いますね。しかし最近農水省の発表では食料自給率が 38% になりました。今はお金があるから海外から農産物を買えるということですけど、しかし将来食料危機のようなことが起こったら我が国私たちは一体どうなるのか、自分の子供とか孫の時代にどうなるかというふうに思います。国内の農産物は高いからって言って買わない で海外の農産物安いからって言って依存してるっていうこと政策は私は間違ってると思うんですね。農家の人たちだけではなくて、まあ、消費者の人たちも一緒になって日本の農業を支え守っていくということが必要だというように大事にしたいっていうのが私の思いですね。私が今この先考えやりたいと思っているのは私の言葉で言うと地産地消型 の流通組織を大都会だけではなくて、各県単位のような状態に、地域の人たちは地域のものを優先的に食べられるというような、その時期にあのネギとかほうれん草がその土地で取れるのであればその土地で食べられるようなというようなものの地産地消型の全国組織をインターネットを使って作りたいというのが私の夢です。私は奥州市の皆様には、まあ、地域を大事にするそういう気持ちを持っていただきたいというふうに思うんですけども、できれば日本一の田舎を目指していただきたい。何年か前にその千田明さんが日本一の田舎という本を出しました。その中にもあの私たちの町はあの信号もないし、大して豊かでもないけどしかし、食べ物もうまいし山も美しい田んぼも広がって、美しい、人々の心も優しい、全くの田舎だけどしかし田舎で何か文句があるかと、日本一の田舎なんだっていうふうに本に書きました。奥州市をもし誰かがあそこは田舎だと言うなら堂々と胸を張って、日本一の田舎になるようみんなで力を合わせてほしいと思います。